はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は男性必見モテる褒め方という話をしていきます。で、これなんで男性限定かっていうと、女子から男子を褒めるときはどんな内容であったとしても大抵モテます。勘違いします、男っていうのは。なので褒め方をミスると嫌われる可能性があるかもしれない男たちのために、女子にモテる褒め方っていうのをご紹介していきます。男はちょろいっちゅう話ですねということで、モテる褒め方なんですけど、モテ度っていうのは結構褒め方によって変わります。はい。で、男性が女性にモテるためには褒め方が重要だっていう研究がありましたので、今日はそれをご紹介していきます。で、これはまずですね、実験自体には女性の方に参加をしてもらいます。で、まずその女性の方々に何名かの男性の写真を見てもらうんですね。で、各写真の男性のルックスについて採点をしてもらいます。まあ、これ結構酷やなっていう話なんですけどね。まあ、男子もね、結構ね、あの子となんか付き合えるとか、あの子は可愛いとかね、そういうことをね、カフェとかですぐそういう話しますからね。体験談じゃないですよ。はい。で、研究者たちから参加者に、写真の男性があなたのことを褒めてましたよっていう、まあ、偽のお世辞を伝えたんですね。実際にその男性が言ってるわけではないんですが、そういうことを伝えました。で、その結果、女性の方々が男性のルックスや魅力について事前に判断したのと、偽のお世辞を言われた後でどう変わったかっていうのを調べていきました。で、お世辞のパターンっていうのは2つあって、1つは直接的な褒め方ですね。例えば可愛いですねっていう褒め方と、比喩的な褒め方ね、目が宝石のように輝いてますねっていう褒め方、どちらの方が女性の反応が良かったかっていうのをチェックしてみました。で、その結果どうなったかっていうと、比喩的な褒め方をできる男性の方がモテたっていう結果だったんですね。要は写真を前後で見比べた時に、後で見た時の評価が抜群に高くなったっていうことです。はい。で、直接的な褒め言葉よりも比喩的な言葉の方が格段に印象はいいということだったんですね。まあ、例え方が上手に伝えられれば伝えられるほど印象はさらにアップしていくという結果でした。で、ただしこれに関しては直接的に褒める方がいいっていうパターンも実はあったりするんですね。それは何かっていうと、持ち物を褒めるくらいならルックスを直接褒めろっていうことなんですよ。その服かわいいねっていうよりも、その服を着ているその人自身、美人ですねとか素敵ですねって褒める方がいいと、あなたが素敵ですねと、その服素敵ですじゃなくてあなたが素敵ですねと、ルックスを上手に例えて褒めることができる男性ほどモテるという結果なんですね。はい。まあ、その服可愛いねっていうと、着てる私はどうなのって思われちゃうっていうことなんですよ。はい。で、そもそもじゃあその結果が出たのはなんでなのっていうことをさらに深掘りをしていくと、よいしょ。例えのうまさっていうのは、賢さとか知性っていうのを表すんですね。で、モテる要素の一つに、賢いかどうかっていうのも実は関わってくるんですよ。で、例えが上手な男性ほど賢く見えるんですよね。ね。流れとしては、上手に例えて褒めますと。で、無意識に、この人頭いいなーって思うんですよ。実際に思ってるかどうかじゃなくて、無意識的にそう思うと。で、知性が高いっていうのは、遺伝子が優秀な証拠なんですね。当然 IQ が高ければ、将来的に社会で成功する確率が高かったりとか、お金持ちになる確率が高かったりっていうふうに言われてます。で、本能的に、その賢い人に対して、好き、この人もう好きっていうメーターが、自然と上がっていくと、結果モテるっていう、まあ、こういうメカニズムができていますよってことなんですよ。はい。だからアーティストの人たちがね、そのかっこいいかっこ悪い、まあその見た目がうんぬんっていうよりも、そのアーティストというくくりで、まあ、モテるっていう理由も、その伝える時の歌詞の比喩が上手だからっていうのが、まあ一種言えることなんですよね。で、これに関してちなみになんですけど、褒め方以外に実はモテるようになる方法っていうのがあるんですよ。だから下手に褒めても全然響かないな、俺例えて褒めるのがちょっと苦手だなという方に関しては朗報です。他にも方法があります。何かっていうと、自分の仕事とか勉強、まあ、いろんなことを手伝ってもらうっていうことなんですよ。手伝うんじゃなくて手伝ってもらうのっていうことなんですけど、これは意中の相手に自分のことで時間を使ってもらうこと、もらうということをすると、
あれ、あの人にとって私って必要じゃないのっていう欲求を満たすことができるんですよね。で、反対に手伝おうかという相手に大丈夫大丈夫っていうふうに跳ねてしまうと、せっかく好意をかけているのに好意を無限にしてしまうことになりますから、あ、私必要じゃないんだって言って逆に離れていってしまうんですね。だからできる自分をアプローチしたいっていう気持ちはあるんですけど、あえてそこはぐっとこらえて、できるというよりも助けてっていう方がモテるということなんですよ。だから依頼事があればどんどん好きな人にお願いをしてみましょうっていうことです。ただしお願い事をしてえって断られたら、それはもうすいません、別の方に行った方がいいです。で、注意点としては、あまり下手な比喩で褒めてしまった場合はキザなやつだなとかバカに見えてしまうんで気をつけましょうね。君の瞳は100万ドルの夜景にも及ばないよなんて臭いふりセリフをね吐いてしまったら逆に離れてしまう可能性がありますんで、ぜひ気をつけてみてください。まあ、モテてね、人にモテてダメだっていうことはないと思いますんで、ぜひどうぞ実践してみていただけたらと思います。ということで本日の動画以上でございます。次回またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。